シュバリエレオンとフェンシングの試合をするサンジョルジュ。アイシャルコンカーディス・トマス・ローランドソンが1787年場面右の壁にサンジョルジュの肖像画とフルーレ、フェンシングシューズがかけられている。ジョゼフ・ブローニュ・シュバリエド・サンジョルジュはフランス出身のバイオリン奏者、作曲家である。グアドループ島でプランテーションを営む地主とオロフ族出身の奴隷の女性の間に生まれた。 ド・サンジョルジュという姓は、父が、貴族の家柄ではないにもかかわらずがあってに名乗ったもので、ある。8歳の時に父により、フランスで育てられ、ジャンマリー・ル・クレールにバイオリンを、フランソワ・ジョセフ・ゴセックに作曲を教わって、頭角を表し、コンサートマスターや指揮者として活躍。その他にも、ダンスやフェンシング、乗馬でも名を馳せた。 1787年にはロンドンでシュバリエ・デオンとフェンシングの試合をし、激闘の末破れている。1764年からフランソワ・ジョセフ・ゴセックに作曲を学び、1769年にはゴセックのオーケストラのメンバーになり、主任奏者になった。芝居好きのモンテッソン公爵夫人とルイ・フィリップ一世の劇場のためにも作曲や指揮をした。その後、 当時100人近い団員を抱える大オーケストラコンセールドラロージュオランピックのコンサートマスターにも選任された。フランツ・ヨゼフ・ハイドンのパリ公共曲は同学団時代のサンジョルジュの依頼により作曲されたものである。ルイ16世紀のベルサイ王室楽団のディレクターにも指名されたが、ムラートと一緒に舞台に立ちたくないという歌手たちの反対に遭い断念させられた。 フランス革命勃発時には1000人の黒人部隊を結成して戦闘に参加しているが王室とのつながりが原因で軍を追われ投獄される。革命後、失意と貧困のうちにパリで没した。サンジョルズの作風は古典派の影響が大きく、その羊から黒いモーツァルトとも呼ばれている。オペラ、公共曲、弦楽四重奏曲などの作品を残した。彼の作品は、 近年になってバイオリン競奏曲や弦楽詩重奏曲などが録音などで取り上げられるようになっている。ありがとうございます。